はい、どうもこんばんは。今日もまあ朝から暑そうですねっていうことなんですけど、あ、もしかして、まあ、クソメガネの、まあ、ライブ配信の、感想の、動画だと思いました。ね、そう思われた方多いと思うんですけど、違うんですよね。全部見てないんですよ。そう、聞いてないんですよ。まあ、つい先ほど、まあ、お仕事から帰ってきて、まあ、急いで準備するわけじゃないですか。で、ライブ配信、まあ、思い出したんですよ。あ、アーカイブ残ってるだろうって。で、見たんですよ。ただ、長い。1時間40分もある。ですよね。そう。なので、全部見てないし聞いてないんで、見終わりましたら、このチャンネルで、紹介しようと思います。で、今日なんですけど、まあ、バンド紹介ではなく、まずはじめに、こちらをご覧ください。はい、まあ、ニュースでも、まあ、多く、まあ、取り上げられてたと思います。で、ツイッターの方でも、まあ、トレンドに上がってたんですよ。で、これ何かと言いますと、宮田さんですか？宮田選手でいいんですかね？喫煙と、飲酒発覚で、五輪辞退ってことなんですけど、皆さんは、これについて、どう思いますか、どちらですかって僕はお聞きしたかったんですよ。まあツイッターでは、まあ当然分かれてますよ。まあ未成年が、タバコを吸うなと、まあお酒飲んでんじゃねえよっていう方もいらっしゃれば、まあこれぐらい多めに見てやれよと、まあ厳重注意でいいんじゃないかって分かれてるんですけど、皆さんどっちですか？あ、僕ですか？まあ僕は、まあ多めに見てやれよと。まあこれぐらいいいんじゃないのって。許してやれよって。まあ僕は思うんですけどね。甘いって。だってさ、うちのクソメガネなんて、小5ですよ。小学校5年生からタバコ吸ってたんですよね。うちのクソメガネは。あ、クソメガネは、まあオリンピック選手じゃないって。まあそれ分かってますよ。まあ、真面目に言いますと、結果残せる選手ですよね。評価されてる選手ですよね。で、成績もいい選手ですよね。まあ、メダルに期待できる選手ですよね。僕大好きなんですよね。それぐらい良くね？あ、甘いって。じゃあさ、18歳から選挙権あるでしょ。投票に行けるでしょ。法律がおかしいんじゃないの？って思いません？これどうなんだろうな。まあ、僕が甘いっていうのもあると思いますよ。でも、やっぱさ、アスリートって評価されて僕は当然だと思うんですよ。まあ、別にさ、覚醒剤やってたわけじゃないじゃないですか。ね、薬やってたわけじゃないし、別に良くねえみたいな。はい、ということで、皆さんは、どちらでしょうっていう、まあ、お聞きしたかったんですよ。よろしくお願いします。で、最後に、まあ、紹介するのは、こちらをご覧ください。はい、お久しぶりです。XJAPAN の、ネタになります。で、僕、裁判は、詳しくは見てないですよ。そう、どこまで進んでるかは知らないですけど、まあ、料金未払いの、書き込みですね。まあ、5チャンネルの方で、まあ、見つけたんで、皆さんに、紹介しようと思います。で、これ、XJAPAN ツアー決行で、超多忙、杉蔵が、悲鳴って、で、下に URL のリンク貼ってあるんですけど、これ飛べないです。そう、削除されてたんで、気になる方は、まあ、Google さんの方で、まあ、XJAPAN ツアー決行、まあ、忙しい杉蔵とかさ、杉蔵倒れそうとか、超多忙杉蔵みたいな。はい。で、入れていただきますと、この記事が、出てきます。これ、遡ることを、2017年ですよ。そう、7年前の、記事になります。あ、トースポですね。そう、トースポの記事になると思います。急いで読んでいきます。ギリギリの状態と、言われる杉蔵、ロックバンド XJAPAN のメンバーが、9日、都内で会見し、リーダーの YOSHIKI、年齢非公表が、5月に、米国で、頸椎でしたっけの、手術をしたことで、競技中だった、7月の、公演を決行すると発表した、カリスマの、復活に、ファンは、安堵しているだろうが、まだ安心はできない、今度は、ギタリストの杉蔵が、パンクしそうなのだ、あまりの忙しさに、ヘロヘロ状態で、業界内では、ニックネームまで、ついてしまったという、先月29日に、ルナシーの、日本武道館公演があったが、杉蔵は、その準備をする、傍ら XJAPAN の、新アルバムの、レコーディングを、進めていた、ところが点々点っていうことなんですけど、新アルバムのレコーディングってさ、アルバムってできてんじゃないの？違うのかな？で、まだ続きます。完璧主義の、YOSHIKI さんのこだわりで、ギター部分が、全て、取り直しになったんです。笑い。舐めてるよね、クソ寿司。文句があるならてめえが弾けよって思いません？思いますよね。
他にも、辻なんとか監督の、映画の音楽を手掛けているし、ボランティアもやっているので、ほとんど、寝ていないのでは、酸素カプセルの、毎日ですよ。そして、先月ヨシキが突然、首の手術を発表したため、綱渡りのスケジュール管理が、完全崩壊、音楽業界では、杉蔵は大丈夫かと、心配する声が上がっているのだ。実は、杉蔵には、ギャラの、未払いも、珍しくありませんと。はい、ここでストップですね。もう一度言いたいんですけど、実は、杉蔵には、ギャラの未払いも、珍しく、ありません。ヨシキさんは、音楽に没頭すると、細かいことを、忘れてしまうんですと。ね、僕、ここをね、これ見て思ったんですけど、龍玄さんは知らないですよ。ね、今裁判でどうなってるかは知らないですけど、真実はわかんないですけど、まあ、他のメンバーにもあったってことですよね。え、だってここに書いてあるもん。はい、これについて、老人老婆の、信者の皆さんどう思いますか？はい、こういう記事が出てますと。あ、これが嘘だって。これだってラーメン屋答えてんでしょ。ピリピリボードの、カリスマにスタッフも、近寄れず、ようやく伝えると、え、そうだったの。ですからね、業界では、杉蔵は、死にそうと、言われています。笑い。今回の公演に向けて、もう一度、気合を入れ直す杉蔵、パンクしなければ、いいがと。はい、記事の内容は以上になります。で、次は、5チャンネルの写真ですね。まあ、これも少し長いんですけど、まあ、読んでいこうと思います。実際のところ XJAPAN 動いたら困るのって、ここ数年はルナシーだったんじゃないかと、改めて感じてる。X も集金ツアーしてたら、ヨシキに振り回されて、とてもじゃないが、立ち行かなかったよな。いや、話題性は高いし未払いは否定してるらしいから、あっちの、セレブリティ高額、ギャラも入るからそうでもないのかな。ただ杉蔵だけが、潤って、持ってるのあるか。あと X が均衡を保って、仲悪くなかった頃は X1 も、あっちが本格本体的な、面してルナシーには、あんま流れてこなかったんだよな。杉蔵に厳しい連中は、お前じゃヒデの代わりに、ならんから、ルナシーに帰れて、排除姿勢だったし、ナスロフは、あれはツアーとは、名ばかりの、単発のカバー。ライブで、よそ様の、配慮には、あれでも、気を使ってたろうから、大変さは、X ほどではないように、思うと。はい、書き込みは以上になります。これどうなんだろうな。まあこれ素人の方の、はい、当然素人の方の書き込みなんですけどね。はい、まあ僕はまあ詳しいことわかんないんで、まあ皆さんの、まあコメントで、まあ紹介はしないですよ。まあ詳しい方いらっしゃると思うんですよ。まあ X について、まあルナスについて、まあ調べてる方もいらっしゃると思うんで、またコメント欄の方に、お願いいたします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。